取って取って逃げる。ナイスナイスナイス。いや、おい、いける。一個取れば。どうも皆さん、キヨキヨです。そして、こちゃんのこちゃです。テーブルゼロ。はい、ということで、やってまいりました。皆さん、エメラルドハントはやっていますでしょうか。やってます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 。俺のがやってる。俺のがやってる。俺のがやってる。テヘペロ兄弟。バカヤバ。あ、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 テヘペロ兄弟。なんやねん、なんやねん。テヘペロ兄弟。永遠に続くわ。永遠に続くテヘペロ兄弟。本当に。テヘペロ兄弟って言って別に俺テヘペロしてないけどね。あ。なんで。テヘ。はい、今日なんですけれども。皆さん、モーティス、皆さん、前、ゲットした方、この動画をね、もしかしたら、初めて見られる方もいるかもしれません。持ってます。え、持ってます。持ってます。持ってます。これ、モーティスなんですけども、攻撃時に、シュッて動くんだよね。そうです。だから、ちょっと相手に突撃しながら攻撃していく、まあなんか言ったらアサシンっていうのかな。今ね、俺も同じこと言おうとした。あ、ほんとに。シュッ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 ってやってくんだけど、これ、3回、シュッシュッシュッって、こう、早い動きができるんですね。だから、エメラルドハントで、これもう、真ん中の突撃してって、すぐ取っては回収するみたいなことができるわけですよ。確かに。で、僕それ、結構やってたんですけど、うん、言うてもむずい。まあね、やられちゃうからね。なんか、その、例えばブルとかが来た時に、はいはいはい。自分自らさ、こう、攻撃するじゃん。その時に、突っ込んじゃうから、ショットガンの射程でやられちゃうみたいな感じだから、結構難しいんだよね。まあ、ただ、エメラルドハントって真ん中と右と左あるじゃん。うん、だから、真ん中で、ちまちま取る役。うんうん、だから、ね、結構、両サイドに、他力本願みたいにはなっちゃうのかなとか思う。じゃあ、倒しまくればいいんだね。よろしくお願いします。なんてったって最強化のエルプリモ、エルプリモいらっしゃるんでね。カモン、じゃあエメラルドハントいきます。ポチン、カモン。だから僕真ん中行くんで、そのコウさんはそのノラの人とちょっと意気投合して右と左をこう分けるみたいな感じがいいかもしれないね。オッケーっす。さあ、お、シェリーの人いきます。俺はこう動いてないんだけど、いっちゃういっちゃう、もうすぐいっちゃう、いっちゃいっちゃいっちゃい。やいや、レオン早い、レオン早い、レオン速度速いな。あ、レオン速いんだ。レオン速いね、マジで速いね。一人ね、隠れてるね。待って、こうすると前線をこう右と左にした方がいいとかあるのかな。そうだね。結構シェリーが右に、左から行こうかな。じゃあ、うわ、待って、相手なんか結構近寄りがたい。レオン強いな。近寄りがたい感じだよね。オッケーオッケー、ナイス。めっちゃ前線上げてくれてる、嬉しい。オッケー。いや、当てなかった。なんてだってだん、ちょっとこれ危ないな。うわ、なんかもうなんかちま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 動いてるよね。でもいい前線の上げ方、多分ね、そこ、てるその辺にいるだけで前線上がるんだよね。そうだね。そう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 、やっぱ、うおー、ナイス。よし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 、こうしてくれてると俺がバーン、俺がめっちゃすぐ取れんだよね。バーンバーンバーン、ナイス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 、めっちゃエルプリモパンチ。右いる、右のブシいる。あ、いる。オッケー、オッケー、よっしゃ。ちょっと俺取りに行くわ。そしたら俺が取っちゃった。オッケー、ナイスナイスナイス。オッケー、じゃあ俺下がるよ。いや、じゃあシェリー、シェリー、シェリー頑張って、シェリー頑張って。なやばい、こっち。やだな。でも俺、ワンチャンシェリー、あ、でもウルト止まってない。必ず使えるから、最悪。あれ、ちょ、逃げるに。俺、あ、消えた消えた消えた。レオン消えた。でもレオンも結構、結構わかるんですよ。オッケー。1、イェーイ、ペロ兄弟。いや、よかったよ。連携取れたよね、ほんとに。いや、このシェリーの人結構強かったのにな。そうだね。ちょっともう一回、もうじゃあもう一回いきますか。いきますか。いや、モーティスのいいね、これね。じゃあ、もう一度。さあ、来ました。さあ、誰か来ないかな、誰か強い人来ないかな。さあ、もう一番ぐらいの人来ないかな、もう。だから僕のモーティスの役割は、なんかそんなに攻撃、攻撃しない方がいいんだよね。はいはいはい。なんかその、ほんと死なないことを優先した方がいいみたいな説はあると思う。お、日本人さん。いきます。何、日本人さん。何それ。その、あ、大丈夫か、これ。なんでもさんづけしたくなる。あぶない。あぶない。逃げた逃げた逃げた。これがね、強いんだよね。エルプリモー。あ、でも待って、ボーヤンさん。エルプリモ対決。ワンチャンこれ右か左どっちか上げてほしいけどな。あ、そうなの。まあでもちょっと他力本願系男子になっちゃう、そうすると。やっちゃう。あ、ちょっと見てます。あ、オッケー、取りに行こう、取りに行こう。飛んで飛んで、ナイスナイスナイス。なんなら俺取りに行こう。前線を上げちゃって14残った HP。 うえー、ナイス。センキューセンキューセンキュー。取って取って逃げる。ナイスナイスナイス。いや、このね、味方のペニーちゃんがマジで優秀、マジでありがてえ。味方の人強いね。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。あれ、やられてる。あー、やられちゃった。まあまあまあ、倒して倒して。あ、俺やべやべ、ここで死んだ先輩。そこで死んだ。あー、ごめん。俺がごめんチョス、ごめんチョス、ごめんチョス。
ごめんちょす、ごめんちょす、これ倒しちゃえば。オッケー、ナイス。で、これまた取る、俺取る、俺取る、俺取る、全然上げといて取ってもらって。オッケー、オッケー、オッケー、最強でしょ、これ。俺取る、オッケー、オッケー、オッケー、ナイス。よし、でもなんか分散しちゃってんのがちょっと申し訳ないわ。いや、オッケー、全然、全然オッケー、全然、全然、全然。あ、いるな、一人。ほんで。オッケー、よしよしよし。めっちゃ活躍してる。これ1取っといて。あ、いや、おい、いける、1個取れば。まさか、まさか、まさか、まさか。あ、ね、欲張った、欲張った、俺。俺、完全に欲張った。やばい、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 やばい。俺、マジで欲張った。まだ全然、まだ、あの人を倒せば。完全に先輩ごめん。消えた方がいいな、モーティスはやっぱり。確かに確かに。俺、あれを倒せばっつって、モラ、コルトにめっちゃ突っ込んじゃった。あるあるよ。あるあるある。あ、ボーヤンさん、ボーヤンさん強かったのに。確かに。いや、ボーヤン、なんかその、強い味方にマッチングすることが多くて、ちょっとありがたく幸せですね、本当にね。サンキュー、ベリーマッチ。サンキュー、ベリーマッチ。ブロスタサンキュー。いきます。イエー。さあ、俺も取りに行くから。いきますか。プリモン。エルプリモン。さあ、左から行こうかな、じゃあ。左を攻める。左あれ、取って逃げると。あ、ナイスナイスだ。ここでそう、いい感じにこう前線を。1人いるんだよね、レプリモンちゃん。あ、めっちゃ来る、めっちゃ来る、めっちゃ後ろからもう左の物資に来てるね。大丈夫大丈夫、これちょっとあんまり。全然大丈夫、全然。オッケー、これこうしてくれるとやっぱ前線上がるよね。俺はやられても何やんかんやった。頑張れ。あ、めっちょっと1回逃げよう。あ、やばい、やばい、エルプリも隠れてた、やべえ。ごめんごめんごめん。オッケー、でもよし、いけるいけるいける。あ、やられてるな、我ら。これね、エルプリもが下の物資にいるんだよね。ああ、そうなの。完全に、あの、僕ら陣地にいるからちょっと厄介ですね、結構。オッケー、ナイス。よしよしよし、いける、よし。ミータちゃんも、あら、よし。あー、クマちゃんがエルプリも倒した、よしよし。で、ミラルト回収して、で、一気に2弾と飛んで、よっしゃ倒せるでしょ、これ。あー、ごめん。オッケー、いい、ナイスで、高チャンネルさん、高チャンネルめっちゃ倒せる。俺、ちょっと、じゃあ、プラス2取りに行くわ。やられる、やられる。俺が、突っ込む。いや、なんやかんや、耐える。Yeah! なんやかんや、耐える。Yeah! 8個持ってるから、1個取ってほしいな。オッケー、ちょっと待って、ここ、あんまね。俺、ちょっと取りに行きたくないな、8個持ってるから、ちょっと。いや、ミスった。あー、突っ込んじゃった。これね、普通に攻撃する感じで行くと突っ込んじゃってやられちゃうから結構ね、難しい。うん、いや、エルプリもね、多分右ら辺に隠れてるのがいた。オッケーオッケー。うーん、あと2つ、あー、やばい、クマがいた。よしよし、やばい、逃げよう。こいつ倒したはい、できるよ。しよしよし、ナイス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 。回収して逃げる。俺もう前線で頑張って。俺取る役なのに、なんかあの死ぬっていう役割を、はい、謎に俺が8個取っちゃってる。おっ、ナイスナイスナイス。オッケー、これ倒せた。オッケー、やせきせきせき、やってくれ。オッケー、打力本願急遽。よし、素晴らしい素晴らしい素晴らしい。 MVP やった。いや、素晴らしい。うわ、なんか俺活躍しなかったよ、俺。モーティスね、あの1試合目途中まで良かったんだけどね、うん、最後とつっちゃったんだよ、ね、あら。まあ最初取ってくれるからこの結果になるわけですよ。いやいや、わかんないけど、いや、まあまあまあ難しいところではありますけれども、いや、でもいいね。確かに。てか、高チャンネルのエルプリも強いね。エルプリもね、めっちゃハマってるからずっと使ってんだよ。確かに確かに。そう、このモーティスさ、やっぱこう初手で2個取れるのが強いよね。確かに。だから、そのここでやっぱなんかそのサイドがやっぱ強いと、モーティスなお輝くというか、だから高チャンネルがめっちゃボコスカやってくれたから、その単純に前線が上がるというか、なんかこう相手リスポーン地点にたくさん溜まっちゃう状態になるじゃん。そこでこうモーティスがそそくさと取るみたいな。エルプリも多分後ろ側に、相手の陣地の方に行って真ん中に寄せてそれをやってくれみたいな感じがいいから。ああ、なるほどね。もう一人誘うなら、はい、なんか遠距離系のキャラクターが欲しいかもしれない。確かに確かに、うん、なんか解説チック。誰だよでもなんかこう組み合わせ大事だからね。うん、はいはい、なるほどな。モーティスだって僕全部スキン買っちゃったからね。あれどこだっけ。結構高かったよ、これ確か。高かった高かった。あれ、もう150M ぐらいしたよ。いや、マジで高くて。ただ僕最初エメラルドハントやるとき、モーティスめっちゃやってて、へえ、
ほら、あ、これ高いんだよな。これ高かった、マジで。ギターおじさんみたいな。で、僕あの、その、ほんと一番最初にモーティス使ってたんですよ。へぇー。言ったら、そう、あ、夢班これ使っときゃ余裕じゃんみたいな。確かに。でも、実際そうではなかった。まあそうだね。実際今やっぱキャラクター出てみると、うん、いや、ペニーやっぱ強えんだよね。あー。今最近あの、ランク10にとりあえずしたから、うん、今やっぱトロあげるにはさ、こういうあんま使ってないキャラクターあげた方がさ、ぬくろう、いや、クロいいな。マジでこいつ買ったからね。なんでこんなレジェンド、あ、買った、買った、あー、ショップに出て買った。それいいな、早く出てほしいな、こっち。いや、これマジね、うん、まあ、レオンは運が良すぎた。それはマジで羨ましい、本当にね、本当に。はい、ということで、ちょっとぜひと皆さんもあのモーティさんのエメラルドハントで、でも結構あのやっぱ普通のね、ブルとかに慣れちゃってると、あ、攻撃が突進だから、確かに結構苦手なのが、あのニタの、うん、あのクマさんいるやん、あれクマさんに追いかけられたらもう何もできない。本当だね、確かに。もう突っ込むだけでこっちダメージ食らうから。 PS か、じゃあ。うん、だからなんかそのクマのニタとか、あのニタのクマ、うん、ニタのクマがのし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 来たら、もうちょっとかなり逃げるしかないよね。ああ、誰かに助けてもらわないと無理。もうエルブリモとかにこう殴ってもらわないとむずいみたいなのはあるかもしれない。はい、ということで今日やってきましたけども、はい、コウさんのですね、 YouTube チャンネルリンク動画の説明欄にありますんで、まだ、登録されてない方としても登録してね、動画見てみてください。お願いします。今ですね、プレゼント企画中でございますんで、下の画像をタップしていただけますとね、応募できますので、ぜひとも皆さん、応募お待ちしております。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひともモーディスの顔のボタンからねチャンネル登録していただきますとね、最新の動画の通知などがいって見やすくなるかと思いますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちします。ということで、あ、ご視聴ありがとうございました。